クロフトン・クロッカー、ダニエル・マクリースによる、肖像病が、1829年3月、T ・クロフトン、クローカーの署名トマス・クロフトン、クローカーは、アイルランドの広告家、民間伝承、民族の最終化。主な著は、アイルランド南部の妖精伝説と伝承、クローカー、一族所有の肖像が、1798年、アイルランドの甲ク市に生まれる、15歳で、 勝者に、デッチ暴行。1812、1815年間に、アイルランド南部を旅し、伝説や、歌謡の収集を始めた。1813年に、コーク市で採集したアイルランド語版歌を英語に3文、訳し、1815年、モーニングポスト市に発表した。これが、リチャード・セントヒルを介して1817年、詩人のジョージ・クラブに着目される。 クローカーは、若かりき頃は画彩を発揮し、1817年に、コークで展示されたことがあるが、後に美術を捨て文芸の道を選んだ。1818 18年頃クローカーは、トマス・ムーアー手に採集したアイルランド雇用や、詩の断片を送りつけた。この資料は、ムーアのアイリッシュメロディーズで採用され、クローカーは、招待を受けて、ロンドンに移住した。 父親が1818 18年3月22日に死去し遺産管理が園籍のジョン・ウィルソン・クローカーに託された。同志はイギリス海軍本部秘書官でトマスに事務員の仕事を手配したが、トマスはこの役職を30年間務め上げ、1850年に引退している。身長は4フィート10.5インチのタンクで、ウォルター・スコットの日記には種々のように小柄で、 タカのような、鋭い目、実に好感が持てるただ住まい、トム・ムーアのようなと記録されている。クローカーは反省を、古来のアイルランドの歯科やアイルランドの民間伝承を収集することに費やした。最初に出版した書籍、アイルランド南部の研究調査で、クローカーは、当時の考古家たちから、一目置かれる子存在となった。クローカーの序文によれば、 将来の妻と義理の兄となるニコルソン霊場とアルフレッド・ニコルソンがこの本の取材旅行に同伴し、それらの鉛筆画がこの本で挿絵に使われた。クローカーの自作、アイルランド南部の妖精伝説と伝承はたちまち大好評を博した。クローカーの業績のうちで最重要たる金字塔と評価される。当時の文芸界の大家ウォルター・スコットも この業績を祝福する書簡を送り、自身の作品の中でもこの妖精伝説に好意的に触れている。妖精伝説第一部は1825年に出版され、グリム兄弟によってドイツ語に翻訳された。日本では、これの藤川義郎による重役、グリムが案内するケルトの妖精たちの世界が刊行されている。1828年には第二部と、 第3部が続いた。第2部は新たな民話を主催した続編であるが、第3部は趣をことにして、クリムの妖精論と、匿名の女性文通相手によるウェールズの要請についての概論を合わせてまとめたものである。妖精伝説初版は W.H. ブルックによる木版画を掲載。第2版からは、東京港区出身のダニエル・マクリースの原画による挿絵が加わったが、 版画を作成したブルックの衣装が多分に反映されているという。第3版は1834年に3部を一冊にまとめて刊行された。19世紀に6版の重版を経ている。この作品はより広範な読者層をアイルランド民話に引き付ける役割を果たしたとされ、それは英語圏にとどまらず、さらに海外にも影響した。 しかし、クローカーは、元の民話を、自分の意向に沿って改変したため、それが、文芸的すぎる、あるいはわざとらしく滑稽話に仕立てられている、などの批判がされる。協著者の位置づけ、雑誌肖像ダブリン・ユニバーシティ・マガジン実は、クローカーがそもそも出版するはずだった、妖精伝説が、どのような作風、内容だったかは鮮明でない。なぜなら、 走行を紛失してしまったからである。しかし、修裁予定の民話は、ある程度知られたものであったため、複数の協力者を頼りに、なんとかこの作品を再現することを果たした。その時の貢献者は、ドクター・マギンことウィリアム・マギン、法律家のデビッド・リチャード・ピゴット、友人、ハンフリーズ、トマス・カイトリー、キラーニー在住のアール・アドルファス・スリンチ等である。共同作品の初版では、 クローカー自身や協力者たちの著者名が記載されなかった。貢献者のジョセフ・ハンフリーズはクエーカー信者でクローカーが1812-1815年間に伝承を採集して旅した時の同伴者である。また、サミュエル・カーター・ホールも自らが2編の説話の貢献者だったと名乗り出ており、チャールズ・ドット。妖精伝説では第一編の ノックシー・ゴーナの伝説多三編がマギンの執筆とされており、この中には一躍有名となったダニエル・オルークも含まれる。だが、クローカーによれば、ダニエル・オルークは、ハンフリーズの筆跡の原稿をマギンが仕上げ、これに、さらに自分が手を加えて、最終版が完成したとされている。このように、いくつかの段階で民話に修正が加わることは、現代の民話学会では、 忌避されるが、当時はグリム兄弟なども同様の手法を取っていたことが指摘される。クローカーは結局1828年の妖精伝説第2版においてこれを自作として手柄を独り占めし売り上げ収入も独占して分配しなかった。そのことをほとんどの企業者たちは黙認したが、買ト取りだけはことを公にして反発した。その買取は 独自の著書として、フェアリー神話学を1828年に発表した。クレームをつけられたクローカーは、1834年の第3版で、著作の争われる説話を除外し、集裁話数を50から40編に減らし、解説メモの大部分も削除した。比較文学的なメモは、カイトリーが提供したものだと主張していたのである。このように当初は、2人間で、 紛争の体を成していたが、カイトリーは、実著の1850年版では言葉を和らげ、クローカーを友と称し、カイトリーが、その研究を本として発表できたのも、クローカーからの説話採集の依頼がきっかけであったと、述べている。ダニエル・オルークの舞台画、クローカーは、ダニエル・オルークを、クリスマスパントマイム向きの劇として、ハーレクイーンとワシの題名で本案し、 これが1826年末よりアデルフィ劇場で上演された。これは俳優のダニエル・テリーのために書かれた台本だが、テリーはウォルター・スコットの友人で同情劇場の所有者となった時に、スコットからも多額の援助を受けていた。スコットはクローカーと会った時、このパントマイムを絶賛している。ダニエル・オルークはスコットが劇にしてみてはどうかと提案したという逸話に、 なっているが、妖精伝説の解説にもあるように、クローカーには元より舞台化を考えていた。台本は、ダニエル・オルーク、または、アルパントマイムの因文という題で刊行され、1828年には、重版がすられた。第三に刊行した、書籍、古水の伝説は、評論家の評価も冷ややかで、売り上げ実績も、失望的に終わった。これは、 風光明媚のキラーリーの継承をガイドが伝説を交えて地元なまりで語りながら案内するという設定の作品であった。バグパイプ関連や音楽史としてはクローカーの友人のイリアン・パイプス奏者ジェームズ・ガンゼイの音楽団が注目に値する。ロンドンのブロンプトン墓地にあるボヒ・クローカーは1830年にフランシス・ニコルソンの娘マリアンヌ・ニコルソンと結婚。一時、 トマス・フランシス・クロフトン、クローカーを設けている。クローカーは、カムデン教会とパーシー教会の設立に貢献している。後、アイルランド南部の愛カを、パーシー教会の観光物として編纂している。ここに収載された最初の一編は、1813年にクローカーが、航空券、ゴエーンバッラで採集し、英訳を起こしたもので、1815年に、 モーニングポスト誌に掲載されたものである。これは上述したように、1817年に詩人のジョージ・クラブの知ることとなり、クラブの助言を受け、クローカーはアイカの訳から虚色を省き、より簡素で原文に近いものに修正したとされる。クローカーはあたかも自分でアイカを訳したように装っていたが、実際はアイルランド語に堪能ではなく、1817年頃に、 取材したハリングトン夫人より得た愛花の英訳に頼っていた。クローカーとその妻による葬儀の習慣、特に個人を哀悼する伝統についての証言は、アイルランド語の愛花と伝統に対する、最も早い年代の、最も重要な貢献の一つである。1854年8月8日に死去、ロンドンのブロンプトン墓地に埋葬された。その妻は、 その後まもない1954年10月6日に亡くなっている。クローカーがフォークロアをありのままには伝えず、自身の作風や脚色を織り込んだことは多くの解説者が指摘している。このように民話と文学を混合したような文芸活動は当時スコットランド出身のウォルター・スコットなども言っていた。ただ、クローカーの場合は自分が考古家であるという意識から、 昔ながらの伝承が浸透したアイルランドの一般人たちを見下すような態度が店長だった。クローカーはアイルランド人と言ってもアングロイコールアイルランド人の社会階層にあった。イエーツのことを借りるならクローカーやラバーはそのアイルランドの上流階級のそそっかしい考えに染まりきって何でもかんでもユーモア的に眺めていたのだ。 民間伝承を恣意的に国境化したとの批判は、例えば民話学者のショーン・オサリバンも述べている。イエーツは、この点について、かなり必要である。クローカーの階級は我が国を、開逆家のアルカディアとみなしていた、と述べ、初期の民話収集家の業績には、上昇階級やら勇敢階級のッコ付けや、浅はかさがあって、クローカーにおいては、至るところで美化から、優雅な、 アルカディア風の美化がされていると続けている。そうしたアルカディア風な感性で書いていたが、1840年代にアイルランドを襲ったジャガイモキキンや、それに続きアイルランド青年団の反乱の際の激文を目にした時点で、そのような、浮ついた、同型のバブルは弾けざるを得なかったのだ、とイエーツは言う。文学者ニールシーフルティンは、 これに対して弁護の論人を張っている。フルティン氏はアイルランド庶民の名など開虐的描写についてアイルランド系の論客たちが憤慨していることは承知しているが、それゆえクローカーの無神経な人格が証明されたような主張については消極的、否定的である。フルティンはオーバーと強調した序文においてははっきりとクローカーは農民に対して 真摯なる愛着を見せた人物で、アイルランドが置かれた弾圧に対しても共感していたと述べている。フルティンとオーバーの両師の分析では、アイルランド人には一方では、聡明で敏感、他方では、異固地で暴虐的という総極的なイメージが付きまとっており、その狭間でクローカーは手段を持て余していたのだと弁明している。クローカーはまた、アイルランドに伝わる。 年代記などの資料を低く見ていた。すなわち、フォーマスターズ年代記やバリモートの書などの写本であるが、それを坊主メータ式とか異物とけなし、無知と迷信の時代からの伝説的な記録がすべて失われたとしても、アイルランド史に差したる影響はないとまで極限した。クローカーは自分が アイルランドの古文書でも熟読できるかのように装っていたが、その実アイルランド語の能力は限られていたことが露呈していると指摘される。クローカーの息子によれば、バーニー・マホーニーとマイ・ビレッジ・バーサス・アワー・ビレッジの2作は実際は、クローカー夫人が執筆した作品である。この他の書籍や、かつて投稿した雑誌の列挙が、クローカーの息子の回顧録に見つかる。ありがとうございます。